はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、女性起業家の彩香さんと一緒に、インスタ映えをせずにですね、スクール開始63日で、コストをかけずに85万円の売り上げをですね、達成した方法についてですね、いろいろ動画撮っていきたいと思いますので、本日は彩香さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まずちょっとお名前、フルネームで教えていただいてもよろしいでしょうか。後藤彩香です。後藤彩香さんですね。はい。後藤彩香さんと。はい。どちらの地域でご活動をされていらっしゃる感じでしょうか。今、大阪です。大阪ですね。お住まい大阪でということですね。はい。現在の、ご職業ですね。こちらも教えていただいてもよろしいでしょうか。ハンドメイド作家さんに、集客の方法をお教えしてます。集客コンサルタントという形ですね。そうですね。ていると。もともとあれですかね、彩香さん自身もハンドメイドをされていて、そうでというす感じね。ですか。ハンドメイドアクセサリーと、あとはメインではジュエリーデザイナーとして活動してました。自身でもハンドメイドされていらっしゃってて、で、もともとジュエリーデザイナーのお仕事をされていらっしゃったと。そうですね。で、ちょっとですね、先ほどお住まいを聞いたんですけれども、ちょっと女性にはなかなか聞きづらいところではあるんですけれども、差し支えなければご年齢とかも、18歳ぐらいですか、ご年齢は。そうですね。じゃあ書いておきます。18歳。41です、今年。そうなんですね。全然見えないですね。ありがとうごこざのい間、ます。合宿で彩香さんとね、お会いしたんですけれども、本当に29から30代前半かなっていうふうに思っ言い過ぎでて、す。勝手に思ってたので、そうなんですすいませね。さすがじゃないですか、彩香さん。ん。何がさすがなんだっていうね。わかんないです。そうなんですね。素晴らしい。はい。じゃあ、彩香さんが今、使っている SNS のですね、集客媒体とかもちょっと何使ってるのかなっていうのを教えていただきたいんですけれども、どういった媒体とかメディアを使っていらっしゃいますでしょうか。そうですね。もうインスタグラムと LINE アットのみです。インスタと LINE アットのみと。LINE アットのみ。なるほど。だいたい本格的にインスタとかは LINE アットを始めた期間っていうのは、どれぐはらいですかもね。う本当に6月ああ。から始めてっていうところからゼロから始めましたね。2016年6月からスタート。じゃあちょうど本当に2ヶ月ちょい前っていう感じですよそうね。ですね。じゃあ2ヶ月間と。なるほどですね。実際に彩香さん自身が、我々の SNS 集客アカデミーの学科にご入学いただいた、きっかけであったりとか、スクールに入ろうと思ったですね、きっかけ、動機とか、そういったのももしあればですね、教えていただければと思うんですけども、いっぱいあるじゃないですか、集客系のスクールとか、企業塾とかって。その中で、なぜ我々のスクールを選んでいただけたのかなってところもちょっとお聞きしたいんですけれども。そうですね。もともとちょっと LINE アットっていうのに興味があって始めたかったんですけども、いろいろ見ている中で LINE アットしか教えてくれないとか、フォロワーさん増やしましょうみたいなところが本当に多かったりとか、あと教えてくださる人がちょっと偉そうとか塾ちょっと長さんが合わ偉ないそうみかたいな。なとかそういう塾もあるんですね。そうですね。で、多くてちょっと見てる中で、修二さんの、スクールの方はもう全て通して教えてくれるっていうところに興味持って入らせてもらいました。LINE アットとか、確かにね、LINE アットだけで100万とか、インスタ系70万とかするスクールもあったりするけど、LINE アット、インスタとか YouTube とか、Zoom セミナーのやり方とか、そういった Facebook とか、そういったものを全部学べるってところで、我々のところがいいなと思っていただけたって感じですかそうね。ですね。というと
ところで、まあ、インスタと LINE を使って2ヶ月間で、まあ、どれぐらいの結果が出たのかってところをちょっと聞いていきたいんですけども、うん、フォロワー数って今どれぐらいですかね、インスタグラム。1460人ぐらいですね。なんかめっちゃ別になんか5000フォロワーとか1万フォロワーとかたくさんフォロワーがいるっていうわけではないけれども、見込みのお客さんをしっかりと集められてるっていう、ね、そうですね、結構濃いお客様っていうのが多いですかね、コミュニケーション結構 LINE の方で取らせていただいたりとかしてますかね、なるほどなるほど。ちなみに LINE アットのリスト、読者様のリスト数ってどれぐらいですかね、今。大体120人いきましたね。おめでとうございます。120人、はい、2ヶ月でね、はい、120人ってことは1ヶ月でだいたい50人以上はあの LINE アットに入ってきてるっていうところなので、インスタからペース的には悪くないかなと思いますね。全然売上的に言うと、まず一番最初にそのファーストキャッシュとして売上を上げられたのっていうのはどれぐらいの時期ですかね。そうですね、7月の頭ぐらい。ああ、今年7月の頭。そうですね。で、そこで、あの、無料相談とか、ちょっと募集させていただいて、そこからお話しして、あの、契約していただいたっていう形ですかね、メインは。なるほど、なるほど。先月の売上が確か、72万です。72万円の、ご制約と。なるほどですね。まあ、ここどういうふうな形でですね、あの売れたのかっていう話もちょっと後でまたお聞きしたいなと思うんですけど、はい、で今月がもうすでに売り上げが上がっていらっしゃるって前おっしゃってたと思うんですけど、そうですね、今月まだちょっと募集とかは何もしてないんですけど、ちょっと興味のあるお客様が、お問い合わせいただいて、そこでちょっと相談させていただいて、じゃあ契約したいですっていうお話いただいて、で、契約していただいたっていうのが13万でした。あ、なるほど。すごいですね。もうお客さんの方からあの買いたいですと、興味ありますと。そうですね。素晴らしいですね。こっちから営業しなくても、もう本当にプッシュ型じゃなくてプル型ですよね。お客さんの方から、ね、どうやったらスクール入れますか。どうしたらスクール。まやかさんの、集客スクール。今スクールっていう感じでやられてる感じですかね。そうですね、スクールでやってます。と、お問い合わせが来たと。素晴らしいですね。あ、ちなみに今回、まあ、彩香さん自身のですね、まあ成功できた秘訣であったりとかですね、まあ、そういうところもいろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、はい。はい、ここでもし差し支えなければ、彩香さんのインスタグラムとかを画面にちょっと一瞬表示させていただくことって可能だと思います。大丈夫です。ありがとうございます。ということで、彩香さんのですね、こちら、画像というかインスタのアカウントがこちらになるんですけれども、はい、今画面のね、ちょうど右側に出てると思うんですが、今ちょうどフォロワーが1467人というところで、なんか彩香さんがですね、インスタの投稿で気をつけている点であったりとか、何か集客ができているその秘訣とかもですね、なんか教えていただきたいなと思うんですけれども。そうですね。私自身がそのジュエリーとかあのアクセサリーを作ってる時に、本当に集客できなくて困ってたので、その時にあの思ってたこととか、悩んでたこととかをたまに投稿で入れたりとか、自分が、悩んでいた、例えば集客で悩んでいた、時のエピソード、そうですね、エピソードを発信していた。なるほどなるほど、まあ、これ結構重要ですよね。なんかいわゆる価値観の共有とか思いのね、共有って言って、これを見て多分ファンになってくれた方も多いんじゃないかなと思いますね。そうですね。その他にも何かございますでしょうか。
結構私自身が堅苦しいのが嫌いなので、結構フレンドリーな投稿にはなってると思いますかね。うんうんうん、親しみやすいというか、あ、ちょっとフラットな感じで投稿載せてたりとかしてます。ニコちゃんマークが出てきますね。あ、結構絵文字も混ぜていきながら。そうですね。わかりやすくやってますね。わかりやすい文体、フレンドリー、親しみやすい。まあ、このあたりですかね。うん、うん、なるほどなるほど、かしこまりました。ちなみに彩香さん自身が例えばその、ゆくゆくはじゃあインスタから今度は LINE アットに入ってきて、で LINE アットから例えば、制約につなげていく時の流れとして何か気をつけてることとかもし何かあれば教えていただければと思うんですけども。そうですね、売れる、そうですね、流れとしてはどういう感じですかね。セミナーをやってるよとか、もしくはもう無料相談だけですとか。まだ今の時点では無料相談のみなんですけど、うん、無料相談で販売をしている。そうですね、うんうんうん、とあともう LINE アットの配信では講座の募集とか、うんうん、先行募集の配信とかもその時々でやってます、うんうん、募集もやってる。なるほどなるほど。基本的にはこの LINE アットの一斉配信での講座の募集と無料相談の2つの、そうですね、あ、受け皿でっていう感じですかね。で来月は、はい、セミナーもやって頑張ろうかなと思って。素晴らしい。オンラインセミナーですか。そうですね、来月からまたね Zoom を使ったオンラインセミナーでの販売も開始していくと。そうですね、うん、素晴らしいですね。じゃあそうですね、次にちょっと彩香さんに聞いていきたいのが、まあ、なんかその我々の、まあ、スクールアカデミーに入る前と後でのなんか心境の変化であったりとか、まあ、なんか売り上げが上がる前によってですね、まあ、どれぐらい集客できてたのかとか、まあ、そういうところをいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、スクール入る前とかって集客面はどういう感じだったんですか？そうですね、もう自社の自分のホームページと、あともう知り合いのつながりでとか、うんうん、あとそうですね、結構ブライダル関係、ジュエリーもやってたので、うんうん、そこのつながりで買っていただけるとか。あ、じゃあリアルの結構紹介。そうですね、本当にリアルでしかやったことがなかったので。なるほど。じゃあ口コミだけに頼ってる集客方法であったと。そうですね、なので本当に売り上げが安定しないというか。あ、そうだったんですね。うん、売り上げが安定しない、うん、この頃はなんか SNS とかそういったものでの戦略とかっていうのはもう一切やってなかった。もう全くやってなかったです。やってなかった、うんうん、なるほどですね。結構あれですかね、売り上げってどれぐらいスクール入る前とかは上がってた感じですかね。もう本当にバラバラで、最初の頃は本当に月5000円とかありました。ああ、そうだったんですね。はい、なんか今では考えられないですけどね、想像つかないですけどね。そうですね、でマックス、そうですね、重なれば200万とかの売り上げもありましたけど、やっぱり本当に差が激しかったっていうところです。振れ幅がすごい。すごいんです。なるほどなるほど。あれですかね、当時販売されてた商品って例えばブライダル関係の商品とかも入れてっていう感じですよね。エンゲージとかマリッジリングとか、あとオーダーでこんな感じの、うんうん、ジュエリーが欲しいとか、うんうんうん、っていうので作ってました。あ、なるほどなるほど。じゃあスクール入られた後は、実際に集客コンサルタントっていう形 で、ね、まあ、SNS の専門家っていう形で打ち出していってっていうところだと思うんですけど。そうですね、うん、入られた後はなんか集客面での変化とか、あと心境の変化とかもし何かあれば教えていただければ、うん、そうですね、本当に SNS でしかこうインスタからしか集客してないんですけど、はい、うんうん、結構リアルなコミュニケーションとかも多くて、うんうん、そうですね、反響があるのがやっぱり嬉しいっていうとこですかね、うんうん、すごい。あ、やっぱ結構来ますか、メッセージとか。そうですね、メッセージとかコメントとか結構いただけますね。あ、やっぱ向こうから
狙いやつとかメッセージが来る、ね、うんうん、メッセージが向こうから来る、うんうん、なるほどなるほど。なんか精神面的になんか変化とかってありますかね、入るスクール入られる前と今の現状での心の状態です。そうですね、本当にさっきも言ったように振れ幅が、売り上げの振れ幅がすごかったので結構今も安定的に5000円の月もあったんですね、うんうん、そうですね、その辺はちょっと、うん、違うのかなと思います。うんうんうん、振れ幅が安定するようになったと、うん、まあなんか安心ですよね。なんか今月はたまたま ね、どうかって売り上げ上がったけど、来月からどうやって売り上げ上げていけばいいのかっていうのも多分分からないっていう、ね、方とか、多分近藤が見てくださって方でも多いと思うんで、まあ、そこがまあ心境がまあある程度安定して、まあ、売り上げをゆくゆくも自分でコントロール、まあするようになるっていうところですよね、目指していくわ。ありがとうございます。なんか最後にですね、あと、3点ほどちょっとご質問していきたいなと思うんですが、彩香さんが私来たのをですね、一番最初に、まあ、知った時ですね、見た時のなんか印象とかをですね、赤裸々に教えていただければ本当にこれ打ち合わせとか一切してないんで僕もドキドキなんですけど、はい、どんな印象でしたか、ぶっちゃけ。これ全然ぶっちゃけで OK なんで。そうですね、はい、さっきもお話ししたように、はいはいはい、やっぱり講座とかセミナーとか結構いくつか行ったところもあるんですけど、うん、あ、じゃあ他にも塾とか入られてたこともあったんですか？あ、入る前ですね。入る前に、うんうん、入る前にセミナーとか講座とか体験みたいなところを行ったこともあるんですけど、うん、すごい偉そうな先生とかがちょっともういたので、うん、すごいなんか柔らかい感じで若いのにしっかりしてるなっていう印象ですかね、シューズさん。柔らかそう。柔らかい感じ、雰囲気が。雰囲気が柔らかい。なんですか、ね、あんまりなんゴリゴリしてなさそうみたいな。ゴリゴリ。そうです。ゴリゴリ。親しみやすいというか。ああ、それは嬉しいですね。あ、そうなんですね。うんうんうん。なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうなんですね、僕あんまりゴリゴリ、あ、ちょっと俺もね、あんまりゴリゴリしてないですかね。そうですね、この威圧感とかそういうのはあまり感じなかったです。ああ、よかったです、よかったです、ね、ちょっと、はい、なるほどなるほど、かしこまりました。なんかこう言われてみるとなんか自分では自分に思ってる自分に対するイメージと、ね、第三者からのイメージ全然違ったりするんで、まあ、結構面白いなと思いますね、うんうんうん、そうですね、うん、最後にですね、まあ、昔の自分、彩香さんが当時の自分に対してスクール入る前の自分に対して何か一言声をかけてあげるとしたらどういう言葉を投げかけてあげたいですか？そうですね、集客は大事だよって教えてあげたいです。集客は大事だよ、本当にそうですよね。で、今まで口コミでやってた時っていうのは SNS とかの集客も全くやってなくて、全くやってないですね。集客は大事だよと、うんうん、かしこまりました。これで最後になるんですけれども、この動画を見てくださっている皆さんですね、まあ、コーチコンサル業している方であったりとか先生業とか、まあ、店舗やられている方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、なんか今一歩例えば SNS マーケティングをやりたいと思うけれども今一歩ちょっと踏み出せないであったりとか、もうそういった方々に対して何か彩香さんからもですね一言あればお願いいただければなと思うんですが、皆さんに向けて。はい、はい、そうですね、最初の一歩ってやっぱり皆さんそうなんですけど、踏み出すのがちょっと不安とかなかなか行動できないっていうのは私もあったんですけど、うんうん、でも一歩踏み出してみればやっぱりこんだけ違うのかなっていうのを私自身が、うん、実感してるので、うんうん、なるほど、ぜひ行動することは大事なのかなと思いました。あ、ぜひ行動してみると、やってみないと何事もわからないですよね。そうですね、うんうん、いや、彩香さんありがとうございます。最後ありがとうございました、はい、最後にですね、はい、彩香さんも今 LINE アットをですねされていらっしゃると思うんですけれども、はい、彩香さんの LINE アット配信もすごくですね勉強になりますので、なんか、差し支えなければ彩香さんの LINE アットの
なんか今プレミアム ID とかで取られてましたっけ？今取ってないんです、まだ。 OK です。じゃあ、 あの概要欄の方にですね、彩香さんの LINE アットの URL も貼っておきますので、はい、まあ、ぜひですね、ハンドメイド興味ある方であったりとか、まあ、集客にね、あのすごい配信も参考になりますと思いますので、ぜひね、そっちもチェックしてみていただけたらなというふうにね思います。はい、ではですね、まあ、この動画ぜひね、少しでも勉強になったという方はぜひね、チャンネル登録と高評価ボタンもねお願いいたします。はい、ということで彩香さん、今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。